チャポーン。よいしょー。またウォータースライダーが。右に行きたい。お、鳥もいるね。やっぱ生息地によってちょっと個体の雰囲気は変わるのかな。おお、そっち側もなんか水飛び出してるね。シャポーン。あ、間違えた。しまった。よし、回収できた。でも狼に戻って普通に歩いて探索できそうなところも結構あるね。おお、これは魚じゃないと進めなかったな。いい飛び込み。お、魚でも破壊できた。そしてそんな岩のところに隠れてたの君。岩を破壊したら魚が出てきた。さっ、カメ。わあ、そんなに動物いっぱいいたんだ。でも、お、からな。1キー、2キー、3キー、特にノク。スペースキーで、うん。水場に行けばもしかしたら、ようやく水中に。しかしだ遅い、ダメだ。お、お、え、なにこれ。竜宮城に連れてってカメは上に乗るといいのかな。ダメだ。なんか、あいつに、いじめをしてるような、そんな状態にしかならんかった。あ、カメ多いね。とりあえず煙の場所に向かいたいけども、あっちか。危うくスルーするとこだった。さっき上から見えた煙。これは墓？ほう。おぞましい。え、そんなに？数百体はあるに違いない。ああ、骨が。数千。これはマチュルクなのか？ここで何が。骨？樹木？運んでる。また集めて火を焚こうとしてるね。その指示を出すのは別の火をつけた。こうやって気を引くのが目的だったのか。彼らをどこかに導こうと。どっかにね、追い込んでやっつけようとかさ、そういう感じじゃなく、何か見せたいものがあるのかね、皇帝たちに。
とレーザー解消壁パリンフラグが立ったんで、進めるために破壊しに行きましょう。鳥か魚が欲しいんだけどね、探してるっていうか乗り移りたい時に限ってね逃げちゃうんだよね。まあ他のね動物が来たら、やべえやつ来たぞ逃げろっていうのはごもっともですけど。ゾウ、ゾウじゃん。うわ興奮してきた。パオーン、やべえ LP 高えぞゾウは。アヒル、アヒル、待って。うわこれ背中に乗りたい。おお、ツン刺しちゃった。つぶらな瞳のゾウ潰しちゃうダメだよ。2キーでちょっと鼻がプイーンって動く。3キーでもスペース特に、おお水浴びした。チューって吸って、水場じゃないとできないのかな。飲んだグビ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 。はあ、ちょっとだけ走ることできるね。ミシミシ、なるほど、こうやってなぎ倒していけるのがゾウと。すっげえゆっ、あごめん、スローモーションが入っちゃってたこんなに竹林かき分けるのに時間かかんのと思ったけど、単にスローモーションしちゃってた。あるとなぎ倒したくなるよね。これ狼なの、ちょっと無理なのかな。鳥で越えていくってのもできそうだけど、ゾウたちはどこに行くのだろう。ついて行ってみよう。ついていくぞ。君だけちょっと色が明るいね。お、水浴び中。俺も混ざろうかな。うひょー、先行くね。他の動物の気配はないな。しかしその段差とか大丈夫？お、いけたいけた。魚がいっぱい。この隙間ゾウ無理でしょ。さすがに戻ろう。そこの白いキノコは地味に取りづらいな。魚でビチョーンって跳ねていくしかないか。狼ジャンプだとね、これぐらいの段差でも登れないんですよ。バイバイゾウ。こっからはまた狼ゾーンか。まだいけるね。流れに逆らって進んでいく。ペチペチ、ウォンバットとカピバラがいる。うおー、頑張れ頑張れ魚これでも進めるっていうのが面白い。こんなとこで放置するのも酷ではあるが、
そこが今通ってきたとこだけども、また砂漠のように寂しい雰囲気のフィールドになっちゃったね。砂漠はね、気持ちよかった。おっと、ここは狼ダメです。安全に降りなくては。やっぱ青空だよな。空がさ、もやっちゃってると、気分も落ちてきちゃうし。ここは何ですか？石の破片。え？動いた今。揺れ？おお、バッファローの群れが。荒野から群れがたくさん。なんということだ。砂嵐だ。あ、さっきのは違ったんだ。これが本当に。走れ。あ、はい、走る。とっことっことっこ。メタルクーラーがたくさん迫ってきた時のことを思い出すよ。飛び降りちゃうと、この高さは耐えられないから変身はできないのか。青い丸がついてないから。うお、あ、でも今ついたね。群れと一緒に逃げるか。バッファローだったら耐えられたりしないかな。さあ、私が操作してるのはどれでしょうみたいね。ただやや中央というか、そこに来ちゃうからバレバレだね。うおー、これね、砂嵐を見ながらどう迫ってきてるかを見つつね、進みたいけど、そうするとね、前が見えねえ状態なんで。でもこっちはこっちでね、バッファローたちの群れがうおーってなってて、これは壮観だね。おお、石像が倒れてきた。うわ、見えねえ。これバグじゃないですよ。お使いの PC は正常です。え？ゲッホゲッホ。ゴン。他に動物の気配とかは。ごめん、お前、群れから引き離しちゃったけど。違うな。これどうなってんの？砂だらけで全く周りが把握できない。向こうが通ってきたところなのか。ヒントくれ、タマー。お前こういう時にこそヒントくれよ。やっぱこの隙間を通って、光がある。ゲートのように植物が。おお、とりあえず一安心かな。潜んで。この建物は、マチュルクは本当に建築を極めていたのだな。マチュルクの都市に足を踏み入れようとは想像すらしたことがなかった。驚きで言葉が出ない。なんと壮大な建物なんだろう。マチュルクに何が起こったのか、いつも考えていた。よし、次行っていいかい？まだ喋ってたからね。こっちのは呼び覚ましてなかった。ひゃー、すっごい。みんな眺めてるね。お、さっき砂漠にあった塔のような。マチュルクの都市に足を踏み入れようとは。またそれ？想像すらしたことがなかった。驚きで言葉が出ない。なんと壮大な建物なんだろう。だから2回。マチュルクに何が起こったのか、いつも考えていた。大事なことなので2回行っちゃったね。お、こっちのルートでいいのかな。みんなが走っていってる。この隙間、これウォンバットレベルか。いや、いける。よし、
いけるか。あー、ダメだ。こっちだね。でもね、行けないルート行こうとするとフラグ立てがバグるからやめた方がいいんだよな。この辺りもね、なんか後ろ振り返るとキノコとあったりするんでしょ。もうコンプは初見の一周目じゃ厳しいから集めるとしてもまた後でだな。お、これ見づらくないか。わかるっちゃわかるけど同じ色になってしまってる。追いつかれた。これもわざとかな。もう君の軍勢も仲間が兵士を引き止めているうちに君は逃げられる。だいぶ人が少なくなっちゃったね。へい。で、次のシーンが描かれつつ、おお、ここは一気に降りてもいいけど、うん、こういうふうにね、道中があるから魚あるじゃん。ここはもう魚で降りちゃう？あ、魚じゃなかったー、残念。なんで沈んでんの君。アヒルでゆったりと降りて着水。お魚で沈んでいくとね、ここにもキノコとかがあったりするのがいつもの流れ。ただそういう探索もね、疲れるからほどほどにしておいて。お、ここ通ったの君。てっきりお遊びルートかと思ったけども、水中は頑張ったね。泳げる。泳いで、お、そっちか。じゃあこっちに何かアイテムが、わあ、結局合流する。人の体だし、そろそろ浮上したでしょう。いた。ジャングルだね。お散歩をして宝物を、お、ケーキをお出し。なんだそれ、ノイズ。実績ロック解除。一定数宝物を集めたら出る実績かな。おお、ウサピーピョーンと思いきや、これはヤギかな。君らはあれかい、なんかジャンプ力がすごい。めえ。宝物。のみ。体が痒くなる方じゃない方ののみ。あれかな、ヤギってさ、なんか壁をさ、なんか謎の、おお、謎のバランスで、よいしょ。崖渡りみたいなしてたからあれかなと思ったけど、普通に登れるんだ、こういう風に。ほう、さすがヤギ。ヤギ何でもできるからね。宇宙船にも乗れるし、ゾンビと戦ったりもするし。のびーん、なんか可愛いことしてんね君。ツン。さすがに落ちちゃダメだろうからね、